一度は倒れたベビーだが、ブルーツ波発生装置で再び力を取り戻す。一方、悟空も仲間たちのパワーによりフルパワーのスーパーサイヤ人4となる。再び対峙した両者は最後の超決戦に挑むのであった。さあどうする。俺はフルパワーになっちまったぜ。そろそろお互い本気出して、決戦も決戦、超最終決戦といこうじゃねえか。今度こそ本当にお前を殺して終わりにしてやる。さっきは随分とでかく見えたが、こうしてみっと呈したことはねえな。ふざけな！打ちのめされ、ベジータの体を捨てて逃げ出したベビーだったが、悟空のカメハメハにより太陽へと落とされ、ついに消滅した。ベビーの木が消えた、太陽に落ちたんだ。いくら奴でも太陽に落ちたらもう復活できねえだろ。こうしてついにベビーは野望と共に倒れた。だが悟空を、そして宇宙を狙う悪の目はまだ絶えてはいなかった。